ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。2023年一発目のガチャ、ロックブーケ編を引くぞ。余裕があったら、教授編も引こうと思っていたのに、お正月の大悪夢。ということで、今回の動画は、久しぶりのガチャ動画です。2023年一発目の、記念すべきガチャですので、今年の運勢を占う意味でも、サクッとお目当てのロックブーケを引いて、そのままの勢いで、教授編の教授もサクッとゲットして、素晴らしい一年のスタートを切りたいと思います。他に欲しいのは、イラストが素晴らしいエミリアですので、そちらのブーケが出る途中に出てくれれば、ラッキーといった感じです。大体いつもお目当てのキャラの前に、必ず他のピックアップが邪魔してくるので、まあ、先にエミリアでそうな感じがプンプンします。それでは、ロックブーケ狙いでガチャを引いていきましょう。狙いはロックブーケ1点狙いです。ブーケが出れば、そこでブーケ編はやめて、残りのジュエル次第で教授編を引いて、教授を狙おうと思います。他の動画でロックブーケは性能考察をしていますので、ガチャを引きつつエミリア、コーデリア、二人のスタイルの特徴を話していきたいと思います。単発でブーケが出るわけはありませんね。今回のエミリアのスタイルの特徴はアビリティ、マジカルディーラーでしょう。このアビリティのおかげで今回のエミリアはパーティーにいるだけで味方にバフをしてくれます。攻撃防御強化の効果が2ターンではなく、1ターンなのが少し惜しいところでありますが、発生確率が 37% なので、結構発動してくれそうです。全、ステータスバフの上昇量は 5% なので、そちらは正直微妙です。10連で終わってくれれば最高なのですが、そう甘くはなかったようです。ブーケだけ出れば終われるので、たまにはサクッと引いてほしいところです。今回のエミリアは、スキル、ブリリアントバニー賞が気になるところでしょうか。自身を除く、味方生存者全体に、癒しの祝福を付与するものです。癒しの祝福の効果は、バトル中永続で、味方生存者全体に、HP 極小回復を付与してくれる、というものです。この説明文を見たとき、最初いまいちわからなかったのですが、ようやく理解ができました。この技を使うと、まず、エミリア以外の4人に、癒しの祝福が付与されます。そしてターン終了時、癒しの祝福が付与された4人から、それぞれ 25% の発生確率で、全体 HP 回復極小が発動する、というものです。ですので、ターン終了時、最大で HP 回復が一気に4回発動する、可能性が、ごくわずかですがあります。これはかなりすごい回復スキルです。HP 回復の新時代が到来といったところでしょうか。ガチャの方はというと、今のところ全く爆発してくれませんね。そうそう甘くはないようです。今回のエミリア、イラストが非常にいいので、結構欲しいのですが、欲が出ると、人間、運が逃げていくのでしょうか。随分と、静かなガチャですね。新年一発目としては、景気よく行って欲しいのですが、少し不安になってきました。エミリアはこのスタイルだけだと、要属性攻撃しかできないため、かなり微妙です。前のスタイルから、甘味の一撃を継承して、ヒーラー兼アタッカーとしての運用が、最適かもしれません。
新年一発目の SS スタイルがすり抜けアポロンですか。当時天井でゲットしたキャラが出てくると複雑な気分になります。次はウサギスタイルのコーデリアの気になる特徴を話していきたいと思います。今回のコーデリアの注目は、なんといってもアビリティ、防御耐性、技ですね。これでコーデリアはいるだけで敵の技攻撃から非ダメージを軽減してくれます。これに似たアビリティを椿が持っているので、このアビリティが非常に優秀であることは十分理解しています。今回のコーデリアはとても強いスタイルですね。コーデリアはスキルでモラルダウン中も付与できるため、高難度バトルでも活躍が期待できると思うのですが、一つだけ気になる点があって、今回のコーデリアは精神補正が 73% と現環境で言うとあまり高くはありません。どちらかというと低い方です。アビリティで回避状態になれるわけでもないので、そこがちょっと引っかかります。状態上攻撃を多用してくる敵には使いづらいと思います。と、ここまでコーデリアの話をしてきましたが、90連が終わりピックアップまさかのゼロですね。随分静かなガチャです。今回のウサギブーケは正直なところ技マシンだと思っています。それで天井は勘弁してもらいたいのですが、ムクチャーは元より爆発が一度も起こらないのはどうなっているのでしょう。もしかして新年早々バグなのでしょうか。全然ピックアップが来る気配ないのですが、まさか教授ガチャにピックアップされているので、ムクチャーさん今回出てこないんですか。おいムクチャーさん、120連して SS はアポロンとコットンの2人のみ。これピックアップ機能してます？というかガチャの確率操作してませんか？おかしくない？こら、130連してピックアップゼロとはどういうことですか？なんで爆発もムクチャーも出ないの？おかしいでしょ。もしかしてバグってんじゃないの？エミリアもコーデリアすら出ずに140連終了してしまいました。悪夢のお正月ガチャです。ここからは単発で行こうと思います。ブーケお願いしますよ。今回のロックブーケは国伝団継承目的の完全なる技マシンです。それに 45,000 ジュエルは正直ショックがでかいです。このまま副産物なしだと高級技マシンと言わざるを得ません。教授ガチャ、飛行にも残りジュエルが全然足りないので天井にまで全然届きません。これは参りました。ロックブーケ編、久しぶりに悪夢のようなガチャです。ブーケだけ出れば終われるからと考えが甘かったようです。動画をご覧の皆様は技マシン狙いでガチャするときは注意してください。私のようにピックアップゼロで副産物全くなしでひどい目に遭うことが稀に起こります。ブーケは技継承しなくても現状十分強いので、最初から教授ガチャ引いておけばよかったようです。ということでピックアップゼロでめでたく天井に到達しました。新年早々ありがとうございます。
ということで、悪夢のようなガチャになってしまいました。天井までピックアップゼロです。爆発は一度も起こりませんでした。こんなの初めてかもしれません。お正月の第2弾ガチャは諦めるしかなさそうです。当分立ち直れそうもありません。今回の動画は以上になります。動画をご覧の皆様には、私のようなピックアップゼロ、悪夢のガチャではなく、神引きをお祈りします。それでは、次の動画で、また、会おう。必ずな。